日の出はまだです。壁に大きな穴が開いています。どの赤となったことがない。今日何を昼食に食べましたか。私のことが大嫌いなんです。旅行の準備はすべて終わりましたか。殿はクラスの中で唯一の男子だった。殿のお誕生日は10月20日ですよ。彼女はその知らせを聞いて泣き崩れた。誰しも夢は叶うと信じたいものだ。今日は早く帰って料理でもしようかな。